この時間はクリック365為替情報のコーナーです。今週のゲストは岡安商事外国為替 IS 本部の吉田浩一さんです。よろしくお願いいたします。吉田さん、よろしくお願いします。まあ、なんといってもトランプ旋風で一色になってしまってはいるんですが、実は今週はそれなりに重要な会議がいっぱいあったんですよね。あったんですよ。これをちょっと見過ごすわけにはいけませんので。そうですね、はい、このあたりを少し、はい、お願いします。はい、まず今週のイベントをですねちょっと振り返りたいと思うんですけどね、週明け早々から2日間にわたります日銀の総会が行われました。はい、で2日目11月1日火曜日に、まあ政策のね発表があったんですけども、今回珍しかったのは12時5分前に結構早い時間で発表が出されて、まあ今回は何も変更はなしですよという状態だったんですね。まあ前回の時がまあ少し緩和に対しますプラス要素が含まれましたので、価格の変動もありましたし、また発表時間という部分に関しては12時半を超えたっていうことから何かねあるんではないかという期待もあったんですけども、今回は予定よりも少し早めに発表が出て、またあの目標のね 2% は18年以降に先送りも、ここはもう変更はなく、緩和なしという状況で終わったんですね。はい、でそして、まあ、翌日なんですけどね、これが日銀とアメリカの FOMC が重なってましたんで、まあ、重要日ということにもなったんですけども、まあ、こちらも前回9月と同様で、あの反対票は1名、ね、あの減るまでという状態で、現状維持という状態で終わりました。はい、そしてバンクオブイングランド、これも結構経済実態悪くないんですよね。そうですね、まあ、今イギリスの特にポンド円に関しましては結構価格の方の変動もこれ大きく、なってまして、まあ、今回この木曜日に、ね、発表された中でも、今後の追加の利下げもちょっと見送りになって、そうですね、現状では今の政策金利スタンスをちょっと、まあ、構えていきましょうということで、前回よりもちょっと風向きが少し変わってきたなっていうのが、受けました。はい、でそして、まあ、特にこの週明けの日銀の方のですね、まあ、ドル円が変動大きく動いておりますので、ちょっとチャートで皆さん確認をしていきたいと思うんですけども、はい、今チャートで出ました、これ米ドル円の日足をね、出させていただいたんですけども、まあ、直近、11月1日を含めて、3回日銀の、ね、政策決定会合を行われたんですが、はいはい、会合イコール、ね、円高の日というような状況がずっと続いてまして。そうですね、これ見ますとね、はい、7月の29、はい、そして9月の、21、はい、そして11月の1日と、まあ、今回の11月はいろんなこの大統領選とも絡んだ流れにちょうど当たってしまったので、まあ、日銀がという部分で言い難いんですけども、前回の A、B の部分はですね、もう大きくこの日銀の決定会合の2日目というのが起点になって、マーケットが大きく崩れたというのが印象に残っております。なるほど、はい、8月9月はねやっぱり100円ギリギリ100円割れという状況まで行きましたので、大きく動いたんですね。でこの B の9月21日の後ですね、9月27日の100円台という安値があるんですが、そこから先日の10月28日の105円の54まで一気に、5円以上値段がね為替の方は上がりまして、そして先日11月3日の、昨日の102円の54まで大きな調整が、これフィボナッチでいうちょうどね 50% の節目に当たってくるちょっと反応ですね、状態になります。まあ、ドル円もこれだけ変動しましたので、まあ基軸の3通貨も大きく動いたんですけども、特にちょっとヨーロッパ通貨の方をね、チャートの方でもう一回確認したいと思うんですけども、はい、これは面白いチャートですね。はい、まあ、3通貨ペアで表示をさせてもらいましたが、赤それからちょっと紫青という状況ですけども、米ドル円ユーロ円ポンド円の歩みです、はい、まあ、10月の、後半から、まあ、掲載させてもらいました、まあ、10月25日のこのハートブレグジットっていう部分の動きから、ポンド円を中心に大きく下落がまた始まりまして、でまた10月後半には今の大統領選に絡みますクリントンさんのメール問題っていうのが、再調査という状況になりまして、でそしてこれ先日ですね11月3日にありましたイギリスのこれ EU 離脱には
イギリスの議会承認が必要だって、ね、これちょっと裁判問題になってきたというところですね、うんうんうんはい、この件ね少しちょっと大事な部分なのでお話ししたいと思うんですけども、うんうんうん、あの EU は基本条約でありますあのリスボン条約に基づいて、はいまあ、離脱の通知ですとかこういうものはあの議会の承認が必要だっていうことが前提にありますので、うんうん、これ場合によってはちょっと離脱の時期ですとかが相当長引くんじゃないかっていう話が出てます。ただし、まあ、メイ首相の方は、うんまあ、強行でね、予定通り行うって言ってるんですけども、うん、この辺の話のちょっとあの乖離が大きいので、うんまあ、イギリスの方のちょっと問題っていうのはこれからあると思うんですが、うん、ただまあ現実問題どうでしょうか。 EU 単体でのアクセスっていうものがこれから制限されますので、うん、イギリスからも企業がですねかなり流出するんではないかって言われております。 で実際にハードブレグジットになった場合のイギリス政府の税収も660億ポンド減収、うん、日本円に直して8兆円減という状態ですから額がちょっと大きいですね、うんうんうんはい、ですから私先日のまあ、ポンド円とかは大きく、ね、1円以上値段が1回上がったんですけども、うん、私の中ではこれちょっと一時的な戻りで長期的にはまだ苦しい状況続くんじゃないかなというふうに見ております。まあ、イギリスはシティ代表に金融で GDP の1割以上を稼いでるということでしたけど、はい、それが今揺らいでますよね。そうですね。自動車はもう完全に外資の群馬に下ってると、はい、その外資がじゃあ本社機能を大陸に移すなんて話が出始めてるとなると、そう簡単にいくのかねという感じはしますよね。問題はまだちょっと山積みでありますね。しかし吉田さんはですね、このトランプ旋風の前には実は金融の雇用統計、はい、これがちょっと影が薄くなってきてるんですよね。前回もそうですがね、私ちょっとあの出るときに雇用統計の日が多いんですけども、はいはいはい、まあ、これ今日のちょっと注目イベントになりますので、うん、数字の方はねきちっと確認をしたいと思います。前回15万6000人という発表に対して、うん、今回17万5000人の予想が立っておりますが、うん、まあ、昨日の ADP の発表自体が、若干減少ということもありますので、うんうんうん、まあ、実際本選の数字を見てからという状態だと思いますね。まあ、失業率平均受給の方は若干、うんうん、改善がされるような見通しにはなっております、うんはい、ただ一番下に書いてあります11月8日の大統領選があるので雇用統計が半ば通過点のような形で今日終わってしまうのかなというところはちょっとありますね、はい。まあ、この内容は翌日本時間の朝の9時から開票が始まって午後の2時ぐらいには大体判明するらしいということですから、はい、そうです。結構日本は影響を受けますわな、はい、それはちょっとマーケットがオープンしてる時ですから、はい、それは十分注意して見ていく必要があるということですか。そうですね。ポイントちょっと3つにまとめてみたんですけどね、はい、来週のその大統領選の方の、うん、開票前、まあ、今現時点ねもういろんなニュースがもう交錯しておりますので、まあ、どれが真実かっていうのは難しいところなんですけども、うん、ただしそのパーセンテージで言うと、うん、ものすごいこう拮抗しておりますので、うん、前回のイギリスの離脱の時のような、うん、わずかね3% で離脱が決定するようなこともございましたから、うん、まあ、最終までは、ね、ちょっと目が離せないんですけども、うん、まあ、ポイント1にあります、まあ、3回のテレビ討論会を終えた状況では、うん、まあ、クリントンの優勢だったんですが、メール問題のポイント2番が出まして、うん、ここで若干変化がつきました。そしてポイント3番、うん、今拮抗した状態でですね、うん、来週を迎えるという状態になりますので、うん、日本時間で9日の水曜日昼頃ですから、うんうん、ちょっとね来週水曜日は目が離せなくなりますね。なるほど、はい。まあ、いずれにしましても来週の今日は一応結果が分かっているという大統領選挙でもありますんでね、はい、そうですね、はい、そういう状態になります。そして相変わらず吉田さん忙しいですね、セミナーでちょっとご案内いただきましょう、はい、はい、秋のイベントもう満載でやっております、うん、特に来週の土日そして今月は23日祝日の日もですね、うん、プレミアセミナーを行います。まあ、大統領選挙後になりますからね、うん、利上げもどうかというものも注目して、皆さんぜひ遊びに来ていただいて、勉強していただければと思います。そして、まあ、最後にですねこの放送が、うん、
が、中部地区の方でも、見てる方が多いので、なんと12月年末に三重名古屋やるんですよ。はい、あの電話問い合わせも多くてですね、あの皆さんぜひね、あのたくさんの方あの遊びに来ていただいて、で今回の東京それから三重名古屋もそうですが、まあ、特に12月はです私が、行ってですね、まあ、フィボナッチ吉田ということでやりたいと思いますの で今日ね、あのまた皆さんの方には、お越しいただいた方にはですね、全員にこのフィボナッチ定規と、はい、それからの解説書の方も、お付けしまして、でそして、年末まで使えるですね、カレンダーをちょっと作りました。なるほどなるほど。はい、でこのカレンダーの方をぜひね、皆さん、お越しいただいた方は、皆さんの方にこうお渡ししたいというふうに思っておりますので、たくさんの方遊びに来ていただけるのをお待ちしておりますので、ぜひお申し込みいただければと思います。フィボナッチ吉田ですね。おお、どうもよろしくお願いいたします。言えてみようではないですか。はい、よろしくお願いいたします。特別セミナーということですね。はい、はい、ぜひお待ちしております。吉田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一つイベントのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、東京金融取引所からのお知らせです。東京金融取引所のスペシャルイベント、クリックフェスティバルが11月23日勤労感謝の日に開催されます。今年も日本を代表するストラテジストやアナリスト、経済学者をゲストにお招きして、株、為替などマーケット動向について講演していただきます。そしてストックボイスも参加いたします。今年はですね、岡崎亮介さんと私で公開収録、金融政策に残された可能性はをお送りいたします。クリックフェスティバル2016株為替投資戦略フォーラムは11月23日水曜日祝日です。勤労感謝の日、場所は東京ベルサール新宿グランドで午後12時30分から開催いたします。参加無料となっていますけれども、事前にお申し込みが必要です。詳しくはクリックフェスティバル2016の専用サイトをご覧ください。クリックフェスティバル2016というふうに検索していただければと思います。で、岡谷昌司さんもこのイベントではブースを、はい、なるほど、あの弊社はブースを出展してこのフィボナッチ定規を配っておりますのでね、皆さんぜひあの会場の方にあのたくさんの方足を運んでください。お待ちしております。フィボナッチ吉田さんもご出席なさるんですか。はい、私も顔出したいと思いますので、ぜひ ね視聴している方は声をかけていただければと思います。お待ちしています。クリック365為替情報のコーナーをお送りしました。